他の、 あのリスナーの方とコミュニケーションを取るのが初めてなので、とにかく菅野陽子さんとの出会いはすごく大きいです。の笑顔とか表情とかパフォーマンスでメッセージが伝わればいいなって。仲間はいつだってここにいる。時には喧嘩をしても変わる。意外とみんなシャイだからな。そうだよね。Esse desenho